い、どうも皆さん、こんにちは。最近ドラえもんのポスターがエモいと話題ですね。個人的に一番好きなのが、しずかちゃんのセリフ、思い出だって思い出さないと消えてしまうからっていうセリフがめちゃくちゃ好きです。こんなことを言うと、俺がしずかちゃんにめちゃくちゃ興奮してるみたいな感じで捉えられますね。ポスターエモいが俺キモい。クラクラチャンネルのーけーすけです。ぽーということで、静香ちゃんに興奮してるわけじゃないかね。そのセリフがね、めちゃくちゃね、やっぱね、やっぱ思い出もね、ほんと思い出さないと確かに消えちゃうもんだよなーってね、もう忘れてしまうよ、もんだもんなーってね、思ってね、本当にね、心にこう染み渡りましたよね。で、今日は何をお送りするかと言いますと、先日、ジョーカーさんが、動画で紹介していた、新戦術がありまして、韓国クラン、発祥の戦術なんですよ。で、そのね、韓国クラン、BM っていうね、韓国で有名な YouTuber が動画にしてたらしいんですけれども、まあ、自分もね、スパセル本社に招待されてフィンランド行った時何回か、あと2回ぐらい会ったことは あってね、いろいろね、話したことはあるんですけれども、その BM がね、新戦術を紹介してて、で、ジョーカーさんがね、その動画をね、改めて紹介してたんですけれども、そのね、新戦術、ちょっとね、知らない人いると思うんでね、早速見ていきましょう。はい。テカヒーボーラーに対して、コウモリの呪文を入れた、こちらの戦術。こちらがね、なんかね、強いみたいな感じで、ね、紹介されてたらしいんですよ。で、狙いとしては、まあ、ペッカね、本当はね、援軍でももらって、アイスゴーレムとペッカもらったり、ペッカ6体編成なんだけど、ちょっとね、今ね、クラメンがクランリーグの方に移動してて、援軍ね、しっかりともらえるかも、わかんないんで、ちょっとジャイボーラーもらってんだけど、ペッカ数体で、最近はマルチインフィのタワーが流行ってるんで、ペッカたちでマルチインフィのターゲットを集めて、で、公園のボーラーを守ってって、で、ペカヒーでどんどん進軍してって、で、通らない区画に関しては、レイジコウモリで、バリバリと削っていくみたいな、そんな新戦術になっていて、なんて言ったらいいんだろう。そのね、通らない区画をさ、コウモリで削っていく、やられていくコウモリたちを見ていくっていうね、なんか蝶々的な、なんかこう、エモいような、そんなね、新戦術になっておりますんで、今回はですね、ちょっとね、クラン戦開幕してるんですけども、いきなりクラン戦でやって事故ったりしたら、暗めに申し訳ないんで、今回はこちらの新戦術を、マルチの方でやってみたいなと思います。それではね、早速ちょっとね、やっていきたいなと思います。どっから行こうかな。とりあえず、水とかで軽く、サイドカットとか、大丈夫届く？あ、届かない。オッケーオッケー、届かない。低い火をね、ちょっと軽くね、最初はね、結構ね、あれなんですよ。最初はね、普通に、ペカ火からね、始まっちゃったりとかっていうパターンもね、あるらしいんですけど、とりあえず今回は食い火で、ある程度削っていって、で、そしてね、ペッカをね、出して、やべえ、変な方向行った。あ、じゃけ、やべえ。ちょっと、サイドカット。ここじゃないんだよな。こっちじゃないんだよ。本当はこっちじゃないんだけど、まあ、とりあえず、一応セットしといて。こっちから本当は入れる予定だった。こっちから本当は入れる予定だったんだけど。まあ、いや、とりあえず、出しといて。で、ペッカを出していって、からのサイドカットやっていきながらの、で、からの壁開けをしたタイミングで、ペッカたちを入れていきます。で、ボーラーも普通に出しちゃって、で、パワキンウォーデン。で、追い水とかも入れちゃっていって、で、これでね、中に入っていっていただきましょう。でからのレイジをしっかりとふんだんに使っていって壁開けを行っていって、あ、やべえ、やべえ、待て、とりあえず落ち着こう。壁を開けて、オッケー、入っていった。で、もうここでピキンしていって守っていきます。ピキンをしていって守っていって、で、どうすんだっけ、こっち、レイジを落としていって、で、フリーズを落としてからのコウモリの呪文で、ここの区画を削っていってもらいましょう。で、ウィズトとかね、削っていって、で、こういう風に通らないルートを、しっかりとレイジコウモリで削っていくことによって、ね、絶対にペッカたちとかだったら、こっちの区画にね、行くのにちょっと時間かかってたんだけど、コウモリが、はい、こういう風に、強い、なんでこっちがバレンダしたんだ俺。こういう風に、コウモリたちが、うまいこと生き残っていけば、時間切れ防止にもなって、普通にね、こういう風にするとどんどん削ってってくれるんですよ。ちょっと食い気逆に回っちゃって。あんまり良くない感じだったんだけど、これですよ、皆さん。これ強くない？この戦術やばくない？だからまあ、本当は理想的には、こう、直線上に動いていって、ペカ主力部隊ですね。ペカヒー部隊を直線上に動いていって、で、全くね、通らない別の区画を、もうレイジコウモリで削っていくっていうね、そういう戦術になっております。はい。そしたらね、おいおい、ケイスケのクソ野郎。おい、ちゃんと熱血レベルが高いとこ攻め上がれっていう人いると思いますね。今回はこちらを行きたいなと思います。さっきね、食い火揃えたんでベビドラを入れてサイドカット用に。これでサイドカットを行っていって、で、
金座をカットするあたりで、こっからね、こっからね、クイヒーをね、出していきましょう。オッケー。で、ヒーラーをつけていって、で、今回は6時方向、こっち方向からね、こう合流させていきたいなと思いますんで、さあ、まずはね、とりあえずウィザードで、あれ、ラボ削れたっけ？ラボいけたっけ？あー、冷蔵吐く気候。冷蔵吐く気候はね、通常の吐く気候よりも、ダメージ1少ないんで、カットはできますね。オッケー。で、なんであっちゃかけそっち殴ってんの？なんで、待って、なんで壁殴ってる？待って。とりあえずペッカ出してって。あ、壁開けるな。もういいや、こっから。で、壁開けたことでね、タゲ変わんない。タゲは変わらないらしい。仕方がない。やべえ、無駄にクロークを使ってしまった。んだけど。で、レイジ落としてて、ポイズを落としてって。からの、さあ、いけ。で、からの、ヒーラー合流してないんで、ちょっと一旦やばいですね。やばいですよ。普通にパニクってる。おじさんね、ガチでパニクってるよ。ガチでパニクってる。で、もういいや。ここからね、レイジ落としてって、で、フリーズからの、あ、間違えた。フリーズじゃなかった。で、ここから、さあ、一気に、これ、あれだな。ウィズトンに落とせばよかった。横のシングルインビはとりあえずカットしたんで、ペッカたちしっかりと中に入ってって、違うのよ。これはね、俺が下手なわけじゃないよ。これはね、アチャクイがバカなだけだった。俺のアチャクイがね、ちょっとね、弱かっただけ。俺のアチャクイがね、あんまりね、AI を搭載してなかったんだよ。俺のアチャクイ。AI を搭載してないタイプのアチャクイだったんで、だからね、それちゃって、で、しっかりとね、仕事をしていないっていう、そういう感じになっちゃったわけよ。でもね、こういう風にね、いらない、変な区画をね、削ることによって、コウモリがね、だいぶサポートしてくれたっていうね、そういう感じになってますからね。でもね、ただね、この、平成の弱点としては、スケルトントラップが全部陸で、ね、こう固められてた場合、ペッカなんで、普通に、足止め結構食らうっていうね、そういう感じにはなってしまいます。ただまあ、事故っても保身には取れてるんで、よしとしましょう。でも、これはね、これは何も見なかったことにして、あなたたちは何も見ていない。これは違うんですよ。いやー、で、ペッカも、やっぱりタウンホール中に火力やべえな。うわ、わ、ま、アーチャー玉とかクロスボウ。あ、クロスボウ火力上がったから。体力の減りやべえな。クロスボウやばくない？クロスボウちょっと弱体化来ないとおかしいぐらい。バチボコ、メンタマ、今飛び出て、ホールインワンするぐらい。本当に、HP 高かった。じゃあ、アーチャー2体で。じゃあまあ、無駄にエリポン削っときましょうか。あ、でもあんま意味ないか。あんま意味ないんで、はい。出して逃げれまーす。はい。じゃあね、バチボコウルトラ、事故ってしまったんで、気を取り直して、ここ、参ります。行きましょう。気合を入れていきますよ。とりあえず、アチャクイ出してって、で、ヒーラーつけてて、で、大砲のタギ取ったんで、弊社をカットしてて、頼むよ。今回はそれんなよ。今回ね、2回ともね、クイヒーがね、思い通りの攻めをね、してくれていないんで、頼むよ。やらなきゃ意味ないからね。で、ペッカ、ちょっと、もう出しときましょう。もう出しといて、で、ペッカでカットしていきながらの、で、アチャクイとかが下に回ってくるような、そんなタイミングで、行きましょう。ウォールバスターしっかりと出していって、で、からの、ペッカーを出していきながらの、で、ババキン、ボーラーをつけていく。で、棒で、アチャクやべえ、アチャクやばい。で、追い水を立っていきながらの、さあ、行け、こっからレイジを使っていって、一気に、インフェオタワー追っていって、で、ペッカ、ペカヒゲ、はい、合流していきました。合流していって、で、で、レイジ、で、フリーズ、で、コウモリの呪文で、マルチインフェオタワーを追っていって、で、レイジをさらに使っていけば、いいよ、コウモリたちが、マルチインフェを追ってくれてないコウモリが、やべえ、フリーズ短い。フリーズの時間が短い。でも、まだわかんない。ヒーラーどこについてる？ババキについちゃ意味ない。こっちについて。あれ、ユニットたち。あ、ペッカがおもらししてる。ペッカが外に飛び出ちゃった。漏れちゃった。おもらししてる。あーって、ヒーラーいなくなっちゃって。ペカヒーでこう削っていくような。すげえ、それが出したな。ペッカ、中に入らずにこっちに漏れてって、こう飛び出る。もう。もういいよ。じゃあ、もうビズと。あ、でもわかんない。アチャクイとペッカが、ちゃんとね、ペッカがターギー取ってくれてる間に、アチャクイが仕事くる、して、後衛からこう削ることによって、いいよ。あー、ウォーデンがやれて。ライフオーラの、あ、やめて。横地やめて。よくないって。よくない。ババキンまだいた。お前、もういなくなってたもんだと思ってた。もう死んだもんだと思ってたら、あー、ヒーラーたちか。
やられていった。どうしようどうしようどうしよう。あとねバルーンいったよ。このバルーンを大切にしていきたいんだけども、あ投げちゃった、出しちゃった、やべ、大切にしていきたいって言った瞬間に出しちゃった。あーでもどの道やる、いやー火力高い、やっぱり火力高い。あー違う、上手い人がやればもっと違うんだろうな。はい、全然全開が取れないんですけども、自分で強いって言っといて。2回目行きましょう。はい、バルーン出せて、で、あっち、ベビードラ出していって、からの、クイヒを出していって、しっかりとカットを行っていきます。サイドカットをね、行っていって、で、からのよ、からのよ。で、もうある程度サイドカットしちゃったら、もう、普通にウォールバスターを出していきましょう。で、ちょっと待って、火力高くね。え、ほんと、待ってか、てか、この間のさ、バランス、ちょっと一回レイジ落とすわ、これちょっと。レイジ落としてって、回復させていきます。やべえね、油断ならねえ。マジで油断ならねえ。で、ウォールバスター出してて、ちょっとサイドカット用に、一回出しておきましょう。で、ペッカー、もうこれはもう流す用のペッカー。で、ペッカーたちを出してってからの、ちょ、お前、ペッカーどこに行くの？ペッカーどこに行くの？ペッカーどこに行くの？どこ行ったあいつら？なんでそっちタゲ取った？謎のタゲ、もう全然入ってねえじゃん。全然ユニットの中入ってねえよ。全然ユニットの中入ってねえよ。もう事故で、もう事故じゃねえかよ。これ、また事故ったよ。もういいえ、ちょっと一旦フリーズ落としてって、で、援軍の、ジャイボーラーたちに、もう一旦もうピキン落としとこう。一旦ピキン落としといて、爆弾がダメージ回っていって、何これ、外、ババキンボーラーだ、外、ペッカの編成になっちゃって、もう、意味わかん、しっちゃかめっちゃかじゃねえかよ、もうこれ。しっちゃかめっちゃかで、もういいや、一旦、コウモリの呪文を落としていって、で、ババキンはどうなった、もう、ババキンどうなってる、もう今。今、ババキンわかんねえ、もう能力使ったこ、一旦。で、コウモリシングルインビアを追っててもらいましょう。で、タゲとかも取ってもらっちゃって、で、ペッカシングルインビア、あー、やられた。やられた、もう、ユニットがそれで、それで、それにそれまくってるよ。それにそれ待つだよ。誰だよ、それにそれ待つって。わけわかんねえことになってよ。でもまだわかんない。ババキンがまだ残ってるし、こっから、ぐるっと外周ババキンボーラーで、前回ワンチャンありますよ。あー、でも惜しい。惜しい、今バウンドダメージでクロスボウ。俺は、全然あると思ったんだけど、いけないっすか？何このユニットのそれ具合。ユニット、今日思い通りに動かないコントローラーが欲しい。コウスケさん、クラクラにコントローラー機能というものをつけてください。そしてアーチャー二人相変わらず腐ってるし。なんだよ、このゼベディブ 91% か。あと、もうついなんか削れねえかな。無理かな。削れそうな部分。ない。いけ、いけ、安い。安いいけ。いや、いやいやいや、熱い熱い熱いよーって言いながらアーチャーが溶けてたー。今日1回しか全開取れてない。はい、ということで今回はですね、韓国発祥の新戦術ペカヒーコウマリやってみたっていう動画お送りしていきました。いやね、まさかまさかの4回中3回も事故るっていうね、大ハプニング動画になってしまいましたが、どうなんでしょうね、刺さる配置とかもね、やっぱりね、あると思いますんで、タウンホール住人の方でね、やろうとする場合はね、ほんと配置選び、皆さん、慎重に、やってみては、いかがでしょうか。くそー。恥ずかしいところを見られてしまった、興奮してしまう。ということで、これからも毎日クラクラ動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。